チクローネ給水雷艇とは、イタリア王国海軍が第二次世界大戦において運用した水雷艇である。アニモソ給水雷艇と呼ばれることもある。チクローネ給水雷艇は、オルサ給水雷艇と同様に、戦乱護衛を強く意識しており、対空機関砲の増設や、爆雷投射機の設置などが建造当初から行われている。船によっては、 手法の1 0 0、mm、トル炭素法を3基に増設して、耐水浄火力を強化している。オルサ給水来定よりも全幅が1.6メートルほど、拡張され安定性は向上しているが、その分最高速度もにのっとほど低下している。気候は、イタリア参戦後の1941年から始められ、1943年9月のベニート、ムッソリーに失脚及び、 イタリア王国無条件降伏までに16隻が収益した。このうち、インパビド、アルディート、イントレーピドの3隻はイタリア無条件降伏後にナチスドイツ海軍に接収され、それぞれ TA23,TA25,TA26 の名称を付与された上で、ドイツ海軍の手で運用されたが、3隻とも1945年までに失われた。さらに、 第二次世界大戦終結まで生き残った5隻も、1947年に結ばれたパリ条約に基づいて、1949年に3隻がソビエト連邦、2隻がユーゴスラビアにそれぞれ賠償艇として譲渡されたため、イタリア共和国海軍の手元には残らなかった。兵装は、基本的に大戦、対空重視であるが、魚雷発射艦と、機雷付設機能も備えられている。 ただし搭載する火砲と機関砲は船ごとに際があり、以下の3タイプに分類される。ありがとうございます。